大野外目は、軟体動物門二枚外毛の分類群。ただし、分子系統解析からは単系統ではないとの研究結果もあり、将来的には所属するトガが変わったり、分類階級が目以外のものになる可能性もある。殻は、比較的薄質で一般に色彩に乏しく、外面は白色や肺褐色などの殻に、褐色系の殻側を被るものが多い。 真珠層を描いているため殻の内面も白色などの単純な色彩となる。しかし口紅がいかには非常に厚い殻や明瞭な放射彩りを持つ種類もある。2枚の殻を背部でつなぐ蝶津貝の構造は2枚以外の分類で重要で。岩などに先行するものでは殻の一部がヤスリ状になり、これを動かして穴をうがつものがある。 木材に先行する船食い虫科などでは、軟体部が全中状となり、殻は相対的に非常に小さくなって、先行のための単なる道具のようになっている。フィリピンなどのマングローブの泥中に住む煙突貝、クーファスパリーサラミアモからは縮小しているが、1.5メートル以上の石灰質の生涯を形成し、世界一長い二枚貝として知られる。発光性の光におがい多くは、 埋在性で、泥底や砂底、時には岩、木材などに穴を掘ったりうがったりして生活するが、木沼と以外のように岩や他の生物の表面に付着して生活するものもある。深く埋生する種では、穴の出口まで距離があるため、長く発達した水管を持つことが多く、これを伸ばして水中の餌や酸素を取り込んだり、糞を排泄したりする。中には、 アナジャコ類の巣穴の横壁内部にマイナして、巣穴内に水管を開口し、そこから餌や酸素を取り込むクシケマスオのような種もあり、これらの種では壁のすぐ内側にマイナしているため水管は短くなっている。基本的に海産で世界中の長官体から深海まで広く分布するが、口紅外科の沼子だけが遺族パタマコーベヤラなどのように奇水産のものもある。また、 二枚貝類としては、珍しい発酵性の種を含み、机イ科の机貝や、ニオガイ科の光カもメガイホラスダクティルス、光ガイバーネやガンジダなどが、発酵液を分泌して、細胞外発酵をすることが古くから知られている。アメリカ海ケの水管20世紀末から21世紀に、かけての生物分類には、分子系統解析や分岐分類学が取り入れられて、 旧来の形態学的な分類が見直されるようになっており、従来のオーノ外、テーラー他は、リボソーム RNA の 18S と 28S を用いた系統解析結果から、キヌマと以外かハイタライデイを呼びつく以外か、カストロー系2デイは、従来の大ー外目から除外され、逆に従来、マルスダレ外目の真心外状化に分類されている。以下は、 従来のオオノガイメの分類食用種のアメリカナミガイ。この分類群には、ウミタケやオオノガイ、白ミルカイの通称を持つナミガイ類など、王業の食用種として利用されるものがある一方、フナクイムシ類は木材に穴を開けるために、害虫扱いされる。ありがとうございます。